先週の「耳寄よりは」は、うん、ハイブリッド動画でお送りしたのを覚えてる最初に動画をつけて、はい、だからあれはサムネが初めてラジオで違うサムネだったわけよ、うんうん、だからみんなが動画をもちろんね普通に見ようと思ってクリックして、うん、とそこからラジオが始まるから、はい、1300回ぐらい多分あれ今回ってるんだよね初速がすごかったですね 最初からいきなりバンってやっぱ動画だとみんな思ったから、うん、違 <laughs> 思ったっていうかその、動画であることに嘘はないんだけど、勘違いしてクリックしちゃったんですよね。<laughs> なんだろうってね、大阪で、えっと、うん、なんだろう、僕の大好きな大阪の古着屋へみたいな,なんかそんなね、タイトルで出してるんだけど、だから6分か7分かなあれ最初の動画がね、パラミヒコさんの店内でお買い物してる動画があって、そっからラジオが始まるから、 あの動画から、み、い、なんかこう、要はあそこで止めずに流れで耳寄りを聞いてもらった人が少なくは、な、まあ、少なくはないというか、多くはないけど、ちょこっといたんじゃないかと思うんだよね。いや、と思います。<laughs> きっかけになったかもしれない。そうだよね。うん、あれをきっかけに、あらが音声だけでこの人たちやってるんだ、みたいな。うん、で、どんな話してるんだっけなだから大阪にこうやって、 自分が買い付け行ってパナミキコさんに行ってオーナーのこういうね、うん、お人柄でとかね八村塁さんのあの新聞の記事をいただいてみたい話をしたんだよね、うん、あのサムネ見る限り一瞬コーディネート動画か買い付け動画かっとこう迷わせる <laughs> あの <laughs> まあまあだってあの古着の大阪で好きなってねお店って言ってるところだから古着のなんかお買い物系の動画と思った人もいるだろうしねいやいや 間違ってはないからね。そうなんか、そうなんか俺が、なんかサムネ詐欺をしたみたいな言い方してるけど、<laughs> 詐欺ではないから。あれ、ハイブリッド動画、ハイブリッド版だからね、うん、この前はね。うん、俺も今回も実はハイブリッドにしちゃおうかなって実は思ったぐらいで。<laughs> もうラジオかどうかかわからないけそ,そうそうそう。いや、途中からラジオ方式に行くのは、結構その耳寄りのね、こう文母の底上げには非常に、うんうん 有効ななんじゃないかと思った、ね、あれだけしても減ってないですもんね登録者数ですね4 3 0 0人ぐらい今それぐらいだよね恐ろしいことこの上ないんですけど <laughs> <laughs> いやでもなまあ一日ね56人から時には十何人ねフォロワーさんがついていただくけど、うん、まあ耳寄りをね聞いてる人は本当にまたごその中のごくごくわずかな人たちで、うんうん、やっぱりね古着の知識編 を見ててて登録してもらっるる人がが圧倒的に多い感じがするねだから今回もうみんなは待ってると思うというか待っていただいてるとね思いたいんだけどあの軍想との古着の知識今度はスタジャン編なんだけど、えー、実はね昨日かな撮ろうとしてたのが実はちょっとあの都合が悪くなって撮れなかったんだよねだから来週に伸びたんですけど、えー、自分はもう買い付けの、ね、中でもあの あのインスタグラムの写真にもアップしてるんですけどスタジャンをものすごいたくさんね、うん、仕入れてるんでもう準備はできてるんで、うん、来週こそはねスタジャンのちょっと知識編をお送りしようと思うんですけどね思わず今ここで語り出しそうだもんね俺スタジャンの歴史をねでもねなんかね調べても調べても謎が多くて僕 スタジャンの知識ってあまり見たことがないてどういう角度で始まるのかがちょっとピンとこないんですようん、うん、なるほどなるほどスタジャンのあこういう内容なんだろうなっていうのは頭の中い大体予想ができたんですけど代表的なこ,うこのモデルがこのモデルがみたいな話をしてるからねスタジャンはね,ンはね自分も好きな割にはそんなに奥深く突っ込んで調べたことがなくてえっと現時点でも調べてもわからないことが意外に多いのよスタジャンって。 なんかね、その、これはね、知識編でも見てもらいたいけど、ちょっとその謎をね、せっかくなんでもうラジオだから言っちゃおうか。俺が抱えてる謎をね。うん、スタジャンって古着の中でも結構昔から、あの、よく、なんだろう、う俺たちは古着屋で見て買ってた、買ってたし、着てたんだけど、そのね、年代判別みたいなところで言ったら、大体60年代、70年代、80年代。もうその辺しかないのよ。 別に1800年代後半のものがその存在はしてると思うんだけど俺らの古着屋でそれを手にするってことはほぼほぼないもんね。それはもう博物館とは言わないけどそういうコレクションアイテムで着るるものではない気がするんだよねやっぱり一番メインで着るのは70年代後半から80年代のスタジャンが多かったと思うんだけど。 そのね、今回、俺がちょっと頭を整理したり、いろいろ調べて、ま、情報をまとめてる中で、一番気になってることが、スタジャンっていうものがね、えっ、ー、と、まあ、スタジャンっていうのはよくみんなが、あの、ス,スタジャンについて語っている人が、まず第一声に言うんだけど、スタジャンは和製英語なんですと。スタジャンってアメリカの人は言ってないわけよ。 スタジアムジャンパーいやいや、スタジアムジャンパー自体が日本語なんだよね。日本人がそう呼んでるだけで、向こうではアワードジャケットとかバーシティージャケットって言うんだけど、アワードっていうのはいわゆるショ,ショー、ね。だから、えっ、ー、と、その試合で活躍した優秀だった選手に、えっ、ー、と、まあな、症状代わりとはわ言わないけど、そのお、おめでとうっていう気持ちで、そこのね、千1980何年の えー、チャンピオンシップのもう優勝みたいなのをこうワッペン付けして、認定されるとかね、そのスタメンの住人なのか分かんないけど、そのエリート選手たちにこう配られるみたいな。で、バーシティジャケットっていうのは直訳すると大学の代表チームみたいな意味なんだけど、そのやっぱ代表メンバーが着てた服みたいな。で、えっ、ー、と、なかなかと前置きしちゃったんだけど、俺が気になってるのはね、 じゃあ、そうやっておめでとうってもらったそのアワードジャケットっていうやつを、アメリカ人の人たちは着てたんだろうかと。大学卒業して、その、卒業おめでとうって言っていただいた服を、じゃあ卒業した後の社会人になって、着てたんだろうかと思うわけよ。で、で、それは要は、だって新品をワッペン付けしてもらったのをもらうわけで、えっと、本来のスタジャンの、 意味で言うと、試合中に体を冷やさないために、こう、上からベンチとかで着てたわけよ。で、その、リアルに使ってたスタジャンを、じゃあ、はい、卒業するんで記念に、ワッペンをつけようか、みたいな。要は、後付けでワッペンをつけて、で、それを卒業した後も着ていたのかっていうのが、えー、 今、俺、喋りながら多分これ聞いてる人ちょっと混乱させてるって分かってるんだけど、本来の目的として使ったスタジャンをワッペン付けしてその後も着てるのか、おめでとうとしてもらった記念品としてのスタジャンをその後、よかった、なんかその、なんだろ、良かったなとか、誇らしいなと思って着てるのかがあんまり記載がないわけよね、そういう文章が。本当はどうだったんだろうと思って。で、 な,な,なんでここにそんなに俺が疑問に持ってるかというと日本人は絶対にしないじゃんそういうこと、うん、しないです。ね記念に、うん、竹澤留祖君昨日君はあのすごい優秀なプレーで、うん、今回の勝利に貢献したから、うん、スタジアムをプレゼントするよ、うん、おめでとうってもらったやつを社会人になって、うん、普段着で着るなんて絶対しないやろ。 絶対にしないよね自分で例えば高校卒業する時にそんなジャンパーもあって自分の高校名が入ったら絶対に恥ずかしくてでしょでしょ、はい、だからねそのなんか愛好精神とかそこがやっぱね日本人とはやっぱもう別ちょっと次元が違うんだよね、うんうん、だから熊本だったら熊本大学でこう、うん、左胸に「K」って書いてあるやつを、うんうん、その学生時代はじゃあ練習中に着てたと思うよ、うん で、それをあったかいからっていう理由で、うん、卒業した後の飲み会に来ていくことがあるかつはないやろい寝巻きぐらいにはするかもしれないですけど。ね、寝巻きっていうか部屋着ね。着うん、それが、俺にはもうどうも信じられないのよ。うん、どういうは感覚でそれをね、うん、着てらっしゃるんだろうなっていうか。でもアメリカ人って一回言ったんですけど、やっぱ、 地域愛とか地域にあるこうチームの愛ってものすごいなと思ってもう例えば若者だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんまでもがその土地のユニフォームと帽子着てたりするじゃないですかおしゃれとはまたちょっと違う、まあ、おしゃれじゃないよねあと地元の大学のこう T シャツを普通に着てるとかやっぱあれ見る限りなんかこう。 アメリカの土地柄といいうかあれをすごい感じましたけどねその試合を見に行く時とかに着るなら分かるけどそれ以外の時も着るのかな普通に着てたと思う本当にで,でびっくりしたのがやっぱ大学大学でなんかその大学のロゴが書いたうん、うん、あれ、チャンピオンのスウェットとかうん、うん、アンダーマンのこう普通のシャツとかうん、うん、ああいう店舗が大学の中だけじゃなくて大学の周りにいっぱいあったんですよ。 それを売ってるお店さんが、ああ、ああ、だから、ね、やっぱニーズがあるってことだよね、はい。大学生も買うし、多分地域住民も買うし。ええー。それはだから試合をさ、例えばアメフトの試合が、その大学の試合が今度週末あるから、うんうん、これ来て行こうよっていうのは、まあ熊本でもね、はい、ロアッソとかね、そのボルターズとかあるけど、その街の人が普段使いのために買うわけ、それを。うん、まあ、まあ、れそれの方がまだ、 なんていうのかな距離感的には、俺らでもしないわけじゃないよ。その、要は、卒業した後の、その母校のジャケットを着て、社会人でも着るかっていうのが俺の中で、だいぶちょっと、だから、あの、これが本当なのかを誰に聞いていいかがわかんないというか、アメリカの、その、卒業生の皆さんは、そういう着方をするんですかねって誰かに聞いてみたいんだよね。確かに。それこそ、あの、アメリカから来る、あの、 アメリカのの女性の方にお手紙をいただいている方にね現地の人はどういう感じなのかというね <laughs> <ス>ちょっとお聞きしたいねお<ス><ス>会いしたときにねでも、例えばそのね、あのー、映画の中でスタジャンを着ているのはよくあるでしょ<ス>、はい、だからアメリカンカルチャーとしてスタジャンっていうのはも,うものすごいこう親しみやすいものっていうのは分かってるんだけど母校<ス>、うん、ではないよねあれはね。これが俺のの やつなんだぜみたいなそういうくだりはあんまり見たことないですよね <laughs> うそうね卒業した後も俺気に入ってこれ着てるんだみたいなのは俺らのなんかでは見たことはない,よ、ね、そういうシーンがあっても良さそうですけどね大行軍人さんがそのミリタリーもののやつ着てるってのはよく見るんですけど分かる分かるそれは見るんだけどいもののそういういりりはあんまり見たことないですよねそそうだこが俺の中で今回スタジャンの回と向き合ってる中でうん、うん、答えが分からないからちょっとモヤモヤしてるんだよね だから、あの、放送する時も、多分俺はそこを、ちょっともやっとしてるんで、あんまり掘り下げれないんで、多分スルーするというかね、あんまりそこはもう突っ込まずに進めちゃうと思うんですけど、実はそこにね、今、もやもやした一週間を過ごしてるんですよ。これこそぜひ、あの、アメリカの人とか、<laughs> 詳しい人がいたら、本当、古着業界でも、うん、多分、ね、そういうカレッジものとかにお詳しい方は、うん、いやいや、田尻君そういう話じゃなくて、本当はこういう流れでみんなあれを手にしてね、うん、あの、大事にしてきてるんだよって教えてくれる方がいるかもしれないんで、うん、もしね、これ耳折りを聞いてる方で、そこにちょっと知識をお持ちの方がいたら、ちょっと教えてほしいですね。DM でもいいし、あの、コメントでもね、あの、構いませんので、自分はね、非常にそれが謎というか、うん うーんもちろんその自分が卒業した母校に対してのだから誇りとかはなんとなくですけど日本人よりもアメリカ人の方がなんか誇らしくね思ってらっしゃるんじゃないかと勝手にね思ってますしそれが全然理解できないわけじゃなくてそうだろうなって思ってるんですよね多分愛好、愛好精神があっての 着用なんだろうと思うんだけどそれが本当なのかどうかが知りたいっていうと俺はそう,そう思ってるだけで実際はそうじゃなかったよとかねなんかお兄ちゃんがもう着古したやつを弟くんがなんかかっこいいと思ってただ着てたみたいな本人は着ないけどあのもらった人が着てたとかなんかそういう世界観なのかもしれないと思ってね <laughs> でもそれで言っちゃうと熊本のマッタ独特ですよね。ほうほうほう 普通、熊本以外って、例えば、卒業したあの学校、まず大学いはいその話ね。はい、はいはい。熊本だけなんですよ。まず、どこの高校かって聞く高校で、まずその、自分、なんかこう、仲間分けじゃないですか、その、あ、お前もどこぞ高校なんだ、一緒だね、みたいな感じですごい、このそうそうそう。よくあるって言うもんね、はい、それね。だから、社会人とかでも、でお前、高校どこ、ね、どこ出身やみたいな感じで、うんうん あ俺どこ,こですみたいな感じで、うん、おお前お後輩じゃないやみたいなことがねうん、うん、よくあるし企業も大学じゃなくてその高校で取るみたいなねというところもあるぐらいねなんだろうねこのね熊本はなんかすごく異様な空気感を感じました来てこっちに<笑><笑>あその自分も聞かれたってことそういう話をはいそうですそうですでじゃあよそから来たからみたいな感じであなんだみたいな、うん いよそ者じゃないよそ者なんだみたいな感じ <laughs> だ大学が少ないからっていうのもあるかもしれないけどね、うん、聞いたところでそんなに、ね、ないからっていうのもあるかもしれないけど、まあ、一番ねあの甲子園とかにも出てるんで知ってる人は多いと思いますけど正々高校,校が一番やっぱ俺らの中で言ったらこう仲間意識が強い高校というかああ全然そこは知らない,のい確かにこう 生成校とか第一とかあそこら辺がこがう第一は結構俺の中でまあまあ熊高はね一番こう勉強で頭がいいところって感じで、うんうん、まあ熊高正々高まあ休学とか第二とかね、うんうん、私は北高校ですけど <laughs> ちなみにその4校って言うじゃないですかはいはいはいあれ「ワンピースの4校とつながってるってご存知だったですかいやいやそれはもう存じ上げておりますよすいません <laughs> だから、うちの、あ、だから今4校っていうのは熊高先生第1、第2なのよ。で、それに対してうちの北高は4校にもう入りたくてしょうがなくて、うん、もう朝加害、夕加害つって、もうその、もう先生たちは4校に入りたくてしょうがなくて、 僕もそんな高校でした。うん、あ、そうなんだあの。新学校、自称新学校の普通高校です。<laughs> うんうんうん。<laughs> 上がいるけど、もう、だからね、俺たち学校の頃言われてたのは、あの、生成高校の子たちはもうこの時間から起きて勉強してるんだよ。だから君たちも頑張りなさいみたいな感じで、俺たちのポテンシャルを超えた要求をされるわけよ。俺たちはそこに入れなかったから、北高に入ってるのに、うんうん、北高生に、 この上のか、かす、かされてるものを貸してくるわけよ。だから俺たちはもうヘトヘトになってるで, <laughs> で、今頑張ってくれてるおかげで、ね、北高校は多分ね、ちょっとこう食い込みつつあるらしいのよ。えー、噂では。でえー、<laughs> みんなしんどい思いしてると思う。<laughs> それ先生のエゴ、エゴというかね。なんかその、本当に学生が望んでるのか。 校長のエゴなのかちょっとわかんないけど。でも、自称進学校ほど高速とか厳しいですよね。うん、まあまあ、そうだよね。うん、ルールをこうね、うん。なんか厳しくして頭よくしようっていう感じが。うんうんうん、だから、正々高校なんかは頭もいいし、スポーツもできるわけよ。高心理だって食い込んできたり、もういろんなところでもうまさに文武両道を。 熊本でやっぱ文武両道一番やってるところって言えばもう先生こうこうこうかなって俺は思っちゃってるけどだからあのすれ違う時の背中に先生こうって書いてあるジャージ着てる子たちはやっぱちょっとこう堂々としてるもんねまああれは着ててかっこいいですょやっぱ熊本の中でもうわっ正々こうかよっていうこうなんかねどうだって感じがやっぱ学生の子たちにも やっぱ受験を乗り越えて、先生校に受かったんだっていう、うん、その、やっぱ、さっきの大、ね、アメリカの大学の子たちと同じぐらいの愛好精神があるんで、先、うん、生校高校の服は意外に着てるかもしれないね。確かに、確かに。だからあの、ハーバードとかだったら着たいですもん。今日、今日たまたま私、あの、<laughs> ハーバードスウェットを着ておりますけど <laughs> でもあれ、全然関係ないですけど、あの、 ワンピースのルフィなんでイーストブルーかご存知ですかあその出身地があったことああ分かってない小田さんが東海高校出身だからです熊本の東海大聖書あはいはい東海なんだね東の海の高校って書いてるからルフィってこうイーストブルー出身そうなんだすいませんうんちくばっかりさっきからいやいいですよそういう情報どんどんラジオでみんなにね知ってもらいましょうよ いや熊本はやっぱ正々こが一番こうねうん、うん、誇らしいなぁね,かねやっぱ自転車で通勤途中すれ違ってもあ正々かすれ違うやろ正々この子たちねなんかあれ自慢げにジャージーに名前書いてる気するもんなあね,ねこう県外の人は ちょっと今何回か聞いててうんうんってなってるかもしれないけど正々高校じゃないんだよねうん、うん、正々高校校なんだよねうん、うん、最初訳わかんなかった <laughs>、うん、こうが2回出てくるからうん、うん、正々高校校なんだよね、うん、意外にこれがみんなあのねパッと聞いた人は正々高でしょって言うもんね <laughs> であと僕よく間違えるのがな熊本高校と熊本工業高校の訳し方 はいはいはい。どっちも略すと熊高になるじゃないですか。あ、だから俺はさっきから熊高って普通に言っちゃってるけど。はいはいはい、熊高ってなるんですよ、ね、そうそうそう。で、熊本工業高校もよくシャレで、うん、お前高校卒、どうこうやって言われて、あ、俺熊高、あの、熊高、熊本高校みたいな。お前頭ええとやみたいな話になるんですけど、<laughs> ちょっとこう気づかれるまで、うん、いや俺嘘、嘘言ってないしみたいな。っていう、なんか熊本ならではのオチがあるみたいな。<laughs> そうそう <laughs> 熊高がその頭,頭がいい高校で熊本工業高校のは熊高って言って工業高校のものですよ、ね、そうそうだからもう野球とか強いのが熊高熊高はやっぱりもう勉強が一番強いって感じねうんうん、うん、熊本あるあるですねこれ <laughs>、はい、みんなうんうんってうなずいて <laughs> 他の人他県の人はなるほどなっていう感じですよね,、うん、そのねやっぱどこの高校にもさなんかこう甲府 っていうか、そのね、いろんな、さっき言ったような、高速だったり、うんうん、いろいろあると思うんだけど、熊高、えっと、ややこしくなってきたな、工業高校の人ね。熊本工業高校の出身の、自分の同級生。うん、えっとね、これ覚えてる人いたら嬉しいんだけど、鶴岡会で、俺の横にいた二人の、特集と楽居。<ー>特集と楽居も、熊本工業高校だったのよ。うん、で、あと、お客さんでもいるんだけど、熊本工業高校の人が。 もうね、俺、その話聞いたとき、もう笑いがもう、本人たちにとっては笑えることじゃないんだけど、もう聞いたのもう笑いが止まらなかったのが、うんうん、もうわ笑いが止まらないって、<laughs> すごい失礼なんだけど、もうね、先輩と後輩の関係がとにかく厳しいと。た、たの関係性が。うんうん、でね、学校の、まあもう、正門入るもう前よ。もう、要は通学途中から、先輩の姿が見えたら、 どんなに遠くても、あざーすこうもう、もうおはようございますを、もう大声で言わなきゃいけない。とはもう昼だったらお疲れ様ですみたいな。もう、その人が遠すぎて、先輩かどうかははっきりわからなくても、要は、言ってて損はないから、もうそれが例えば同級生であろうと、もうと,とりあえず、あざーすって叫んで、 ユニフォだって制服着てる坊主でしょいやいや、そうそう。<laughs> わかんないわけや。<laughs> だけども、挨拶をしないと、もうそれはもう、おお前さっき俺のことシカとしたやろと。もう、練習の前に正座させられてとか、整列させられて、うん、今日無視したやつがいるって言ってね。うん、で、も連帯責任で、全員正座とか、うん、もう外周走ってこいとかになるらしいの。うん、だから、えっ、ー、とね、授業中に、本、本教室っていうか、自分の教室から、 理科の授業で理科室に動かないといけないみたいな時に、教室から理科室までに、もう、階段とか、廊下とか、全部キョロ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 しながら、うん、もうそのなんかスナイパーに狙われてるみたいな感じで。うんうん、確かあるでしょうね。1階にいて、2階にいても相立ちないといけない。もいやもう全部、もう、向こうから見,、うん、見られたら終わりらしいのよ。い<や> <laughs> だからその絶対無理だなもうずーっと、 上下、上下。こう、キョロキョロしながら、その教室を移動しなきゃいけないらしいのよ。だから移動教室があるっていうだけでも、すごい気分がもうめいってたって言ってたもんね。俺は北高ではそんなこと全体なかったから、もうその工業高校の厳しさを聞いて、も笑い、笑いが止まらなくて。だもらもう、楽と特集はもう本当にもう嫌だ嫌だって言ってたもん。一、一年生の頃。もう地獄だって言ってたもん。 1> 1歳ぐらいの歳ですよ甲子園本当に行ってたぐらいじゃないですかいやいやよくよくご存知でアメト,トークにもアメト,トークにも出るぐらいのアメトークで見ててあだからタッチアップのあのしシーンですうえっちょっと待ってください9回裏のツーアウトとかで相手方の監督がピンチヒッターを、うん、急にピンってっあ守備を変えたんですかね確かかな だからその外野の守備、守備固めで変えられたのか、俺はそこまでちょっと正直分かってないんだけど、肩がすごい強い子にえっと、それはね、もう忘れられないんだけど、俺はだから北高校のバスケ部の練習中に、えっと、その、だから決勝戦があってたわけよ。うんうん、で、熊本工業高校が決勝に進出してて、練習時間の途中だったんだけど、<ー>顧問の先生が、おちょっと今休憩っていうか、一回ちょっと止まっていいぞ、っつって、うんうん あの体育館教室の体育館教室っていうの,なんかその体育の先生がいる、ね、教,教官の人たちがいる部屋の前に全員ちょっと怖いって言われて、うん、でも最後の9回だから<ー>ちょっと今大事な場面だからみんなで応援するってなって練習ストップしてそのもうみんなちっちゃいテレビをもう当時だから当時の、ね、ブラウン管のちっちゃいテレビを見ながら、うん、うおーすげえみたいな感じでで。 まあ、9回の、俺、間違ってたら申し訳ないね、順、順序。だから、リードして、リードしてたんだっけ熊高が。いや、多分リードしてて、これで多分言らあそうそう、ーーいやいや。じゃ同点で、うん、同点で、えっと、その、フライを上げて、要はもう三塁にいるから、もう、要はフライを上げて、タッチアップで、まだワンアウトだから、ホームインできれば、点が入るところだったのよ。うんうん、で、 えっと、熊本工業高校の選手がもう綺麗にフライを上げて、そのもう、もう絶対タッチアップ成功するっていう、もう、球の上がり方だったのよ。で、俺たちはもう応援しながら、もうその瞬間もう勝利、もうやったーみたいな、よし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 みたいな感じで、思ってたら、その、浜風プラスその選手の、ね、うん、肩のの直前確か変えられた選手で、ね、ドンピシャで、もう絶対に間に合う距離なのに、うんうんうん まさかのそこでタッチアウトになって、その延長かわかんないね。そこで次の回で負けちゃったんだよね。なんかものすごいい。同点にいけなかったってことか。ごめん、ここすごい申し訳ないんだけど、もやっとしてて。あの、とにかくその絶対に大丈夫だった距離のタッチアップに失敗して熊子が準優勝に終わった年を。だからまさにその年を。うん アメトークでねね取り上げらられたかさんが確かそのー全国のね、うん、でも僕あの,その高校のスポーツで唯一許せないことがあって許せないことうん、うん、やっぱ日本って野球社会だなと思うまあまあそれはもうね否定できないねだってあの野球って地方大会から全部やるからね全校応援があるじゃないですかブラスバンドまでいってはいはいはい、はい、バスケットそれ絶対ないじゃないですか <laughs> サッカーはあるのかな <laughs> チアリーダーまで作ってるですよ。全公演かどうか、そこの高校が、チームが、サッカー界は強かったりしたら、みんなでっていうのはあるかもしれないけどね。ないよね。陸上、うん、卓球、水泳ね、水泳かも、そんなのを含めても、野球は扱い違うよね。だって、いいね、だって、その、例えばさ、全国への切符の最後の戦いとかじゃなくて、うんうん、もうち、地方の、 あの俺ら熊本のテレビだったら、うん、ローカルだったら全試合放送されるからねもうどんなに弱いチームだろうと、ねね、昼間からやってるからね、うん、バスケだったらまずありえない、ね、絶対にありえない、ねうん、まあそんだけそれを見てあのみ見たいって思う人がいるってことだろうね視聴率が取れるからあれを放送してるんだろうからねでも、うん、それこそ僕大学時代はその熊本でラーメン屋のバイトしてたんですけどうん、うん、そこがその 元々熊本の強い高校で野球してた人でラーメン屋にそのいやユニフォームは飾ってました自分のチームの名前が入ったああそこの選手自分が行った時のうわちょっと今のでどうしても言いたくなったけど「アメトーク」でも出たっていうその話題のさっきタッチアップの時に、うん、えと失敗というかねタッチアップ失敗で負けた時の熊本の選手の方が熊本の市内で居酒屋やってるところがタッチアップなのよ。 今もやってらっしゃるか俺ちょっと分かってないんだけど、タッチアップっていう名前でね。あそこちょっと面白そうですよね。うん、なんかそれを逆にね、うん、ネタにして、居酒屋の名前にしてるっていうのが、なんか粋だなと思いながらねうん、うん。なんかもうすごい本当に野球のこの好きな人が行ったらめちゃくちゃ楽しいらしいですもんね。うんうん、あ熊高 OB の方は必ず行くんじゃない、うんね、そこにはね。いやですね。先輩がいると思うとそんな。いや、行けないよね。<laughs> <あー> <laughs> いやいや、これね、ちょっと、ラジじうでしか言えないことなんだけど、うん ピープルゲットレディーから、少し坂を登ったところに、ラーメン屋さんがあんのよ。すぐそこにラーメン屋さんが。で、そこが、俺のバスケ部の先輩のご実家なんだよね。で、先輩が、店に立ってるのか立ってないのか、俺分かんないんだけど、うん、もしいたら、なんか気まずいから、うん、めっちゃ近いのに、一回も行けないんだよね。え、そのあんまり仲が良くない先輩。まあまあまあ、ない。<laughs> 気を使う方よ。気を使う先輩だから。 だからなんかこう名前も覚えてる先輩なんだけどなんかこういきなり行って、うん、あ先輩いたって思うとなんかこうな,なんかねなんか距離感が難しいんで行き出せないもうめちゃくちゃそ近くなんだけどね、うん、なんかあれですよねその社会人になった先輩と高校時代の時の先輩ってなんか,なんかまだ空気感がなんか残ったまま音になっちゃいますよねやっぱりどうしてもいやいやそれあるよ、うん、やっぱ先輩と後輩の関係性はずっと取れないんじゃない、うんうん なんか居心地悪そうな気がしてちょっと足が運ばないんだよね,ねそこのラーメンは食べたいんだけど、うん、<laughs> だ俺とは一生行くことはない <laughs> いやいやそんなね、うん、熊本高校話題からあるある <laughs> 結構膨らみました、ね、スタートさせていただきました何も話題がないって言ってたんですけど <laughs> 今日の話題はこれで終わりですからね <laughs> はい毎週日曜日のラジオトーク「耳よりな日曜日 PeopleGetReady」の「タジル」と「 竹沢すがお送りいたしますよろししくお願いいたまあ今日はもうだから古着の話はもう先のスタジャンでちょろっとしたぐらいで、はい、あとはもう全然違う話をするんですけどえっとね今月の、えー、もう2月ね2月入って28日だったかなもう最後の最後なんですけど私ね人生初の人間ドックに行こうと思いまして。そっかもう自衛の方は ね、そ,うそうなんですよ。うんうん、あのね、自分は29か30で前の会社を辞めたんだけど、30過ぎたぐらいから、やっぱりその血液検査があったり、うんうん、会社の中での、その人間ドックじゃなくて、なんて言うんだろう、健康診断か。うんうん、健康診断の内容がちょっとこう、いろいろ増えてくるじゃん。うんうん、あの、ね、いろんなところがね。で、俺はちょうどその時期にも独立しちゃってるから、 要は何もしてないわけよ。体の検査を。うん、僕も見事に30で引っかかったんで。おああ、だか体重を落とそうと思ったってやつでしょで、俺はね、その後に受けたっていうのは、えっ、ー、と、40を過ぎてから、熊本市から、えー、もう、要は、熊本市が税金で補助しますから、うん、1000円で血液検査とか、うん、まあ、尿検査とかね、うん、その大腸検査とかもなんか500円プラスででき、うん、できるみたいなのがあって、要は、 もう熊本市がみんな行ってくださいっていうやつが毎年来るんだよね。あの、年、年度が変わったら。で、それを2年前に行ったっきり、その後ちょっとサボってたのよ。うん、で、その時は別に数値的にはそんなにな、何も出、出ないから、まあ、良かったな、みたいな感じで。でも、それ、それでは別に癌が、こう、あるよとか、そういう、ちょっと掘り下げた検査はしてないわけよね。で、まあ、40も過ぎて、 こう、胃カメラを今まで人生でこで飲んだこともないわけよ。あ、ある胃カメラまではないです。やっぱり30代ではまだって感じだよね。で、もう俺なんて40過ぎて人間ドックとかね、そういう胃カメラも飲んだことないなんて言ったら多分周りの人は、な、じさん何やってんですかって多分言うぐらい、多分ちょっとこう、要はちゃんとしてなかったと思うんだけど、でね、今回行こうと思ったのが、一つは、 えっと、その、今年も、その、熊本市の税金の補助で受け入れる健康診断が来たんだけど、結局それじゃ分からないこともいっぱいあるから、まあ、どうせこれを受けるぐらいなら、ちゃんとしたのをもういい加減受けようと思ってね。で、もう一個は、YouTube の、見たあの、さらばの人たちが、ああ、見てないです。えっとね、人間ドック大富豪っていうのやってんのよ。で、持ち札が、うん その検査結果が悪かったのをどんどん上に出していくってやつで<い> A 判定が一番くい健康であ A の次は B を出さなきゃいけなくてうん、うん、B の後は C を出さなきゃいけないみたいなでも E はもうすぐ入院してくださいとか <laughs> 要検査ですとか頭のここに影が見られますみたいなそういうちょっとゾ,ゾクッとするようなのが出てくるわけようん、うん、で さらばの二人で、森田さんはもう40、俺と同、ほぼ同級生だから42、3とかだと思うんだけど、うん、もう結構なのが出てきてるわけよ。<ー>もう、脳の,の,の血管に異常があるとか、うんうん、その、ここの数値が異常ですとか。うんうん、で、まあの、マネージャーの山根さんなんてもう全身い、e、い判定みたいな。もうちょっとね、体格も太ってらっしゃるんで、もう、あの、死亡のね、うん、それもダメみたいなので、うん、で、それを、 それ2回目なんだけど、その企画。でもう前回も、ああ、俺もやった方がいいよなと思ってて。で、今回も、ああ、いよいよ俺ももう、その40年、ね、もう2になって、健康診断のハガキも来てるし、やっぱやらなきゃいけんなっという気分になってね。だから、今度、今月28日にちょっと行こうと思うんですよ。で、まあ今までもなんで行かなかったのかっていうのに答えるならば、 値段が高いからなんですよ。うんうん、もうこれはもう正直に言って。うん、で、熊本で言うと一番有名なのが日赤病院の人間ドックがあるんだけど、うん、そのき昔もね、ホームページで見たことがあったのよ。で、い一泊二日コースとかで、6万9万九千とかじゃないかな。うん、思ったより高い。で、半日コースみたいな。うん、要は1日でか、あの、全部終わらせるので5万ぐらい。<laughs> で、うん、俺でも、 例えばさ、まあ本当は毎年受けた方がいいって書いてあるんだけど、推奨って。例えば、2年に1回受けると自分の中にルール付けするとすれば、まあ1年あたり、えっ、ー、と、まあ2万から3万円ってことじゃない健康、健康を見てるて。そうそうそう。で、俺が今回調べたところで、ある程度全部胃カメラ飲んだり、多分ね、腸にも入れるんじゃないかな。で、もうほぼほぼこれで標準パックですよ、みたいな。なんかホームページに書いてある。 うちの病院が選んだもうこれこれで安心パックですみたいなのがあるとでそれがね4万9500円ぐらいまあもうほぼ5万ですよでさっき言ったようにまあこれ1回受けてまあ毎年は俺ちょっと無理だけど2年に1回だったらちょっと頑張ってね2万5000円と思えばね車検だと思えばね行くべきだなと思ってねで考えてちょっと重い重い腰をやっと上げてですね28日に行くんですけど まあこうやってね、ラジオでも言ってますけど、28日がだからもう終わって3月でしょ、うん、で、結果が出るのが多分1週間後ぐらいとするじゃない。まあ1週間で出るのかなもうちょっとするのかな ?2 週間とかぐらい出ると思いますけどね。だからみんなにちょっとチェックしてほしいのは、そこで、あの、分け合ってセールが始まったりすると、<laughs> ああ、たしさんやっぱちょっとなんか見つからしたっぽいなと。あの、ね、これもう笑えないと、うん、みんなからしたらね。<laughs> たじさんあのやっぱちょっとこう現金化しないと、うんうん、あのそのなんえっとね一応俺はあがん保険に入ってるんでうん、うん、その治療の彼らは大丈夫なんですけどうん、うん、やっぱ嫁さん子供に1円でもお金を残さなきゃいけないんで、うんうん、もし俺に何かあったら3月頭からセールが始まります。<laughs> はい ででもそこ閉店につきとか田尻さん入院前につきとかっていうのはちょっとみんなに重たいんでちょっとなんかうそつきあちょうど周年だ3月ちょうど周年だから11周年記念セールが始まるんで50%オフが始まったら田尻さん頑張ってなとちょっと心の中で応援ししとってほいですね俺の口からはの癌だとかステージとか言えないけど察してもらえれば。 こんな風にネタにしてるけど、マジか。ななそうそうそう。うん、でも、笑えなくてもいいから、うん、何か買ってほしい、みたいな。うん、その、<laughs> 子供たちのために、俺。<laughs> 嫁さんと子供が、少しでも、うん、あの、心穏やかに生きていけるために、あの、1円でも現金化しないといけないから。うん、あの、今、この、要はね、よくあるじゃん。その、な何かあってしまったらっていう時に、うんうん 俺、こんな売り場をこの、この、要はもうこのやりたい放題にやってる状態で、ごめん、あと頼むなって、絶対言えないのよ。い、言えないじゃん、こんな、仕入れるだけ仕入れて、スタジャンたくさん入れちゃったんですよね、とか言いながら、これ残して俺がね、ちょっといなくなっちゃったら、嫁さんもいい加減にしろよ、みたいな。ちゃんと現金に変えてから行けよってなるでしょだから、ちょっとね、3月の、その時はちょっとみんな協力お願いしたいですね。 いやでも僕も健康診断前引っかかって脂、うん、質系が引っかかってもうん、うんうん、言ってたもんねキんすごいことよそれはそれ医療者としては僕も医療者なんですけどうん、うん、やっぱ痩せた方が健康的にはいいんですけどうん、うん、ファッションに関わる人間としては大事なものを一つ失ったんですよねは、うんうん、どういうことそりゃ1 0キロ1 5キロやっぱ痩せると、うん、ワーク 系のファッションがちょっと似合わななくりましたやっぱり大事なものを失ったっていうのはそこなのなんかデニムのカバーオールとか着てもなんかちょっと太ってた時はやっぱなんかプラスでちょっとこうワーク感がある程度その肩幅にガッチリ感がねだからまあ言ったらなんだけどさ俺の体型で多分今カバーオールとか多分一番似合うぐらいの痩せてはないけど太ってるのの一歩手前みたいなねだからカバーオールとかスウェットとかねなんかっぽく見えるよね。 ちょっと失礼なんですけどカズキャンプさんも減量話をされたじゃないですかでカズキャンプさんもうちょっと痩せなきゃって言ってたもんねカズキャンプもね失礼ですけど今がものすごいワークウェア似合う体型ああ悩ましいなカズキャンプもデニムウェア着られてデニカバオルかああそうだよねあの時ねシアーズのね60年代のカバオルねすごいかっこいいなお似合いだなと思ったんですけどカズキャンプ今多分喜んでる俺れいてあれで多分標準体重までいってシュッてなるとあれなんかあの れなんかなんかカバオーおるのがこうスカスカになっちゃうとね、うんうん、なんかこうワークメってやっぱちょっとこう太っている人の方がこう貫禄が出るというかあまあまあ分かるところは分かる、うん、ただ痩せて似合う服も出てくるじゃん、うん、そうですね例えばタイドアップしてちょっとジャケットをおるときなんかはちょっとそういうねスッキリした体の人の方がやっぱり似合っちゃうしまあ やっぱだから年取って極端に痩せるとちょっとこう、うん、あれあれってなるのはあるやんねうん,、うん、うんだ俺も可能性はあるよ <laughs> <laughs> 似合わなくなるかもしれない無理なダイエットそうそうそうえさっきあのこのラジオ収録前俺何食べてたか分かるオートミールですああそうか <laughs> オートミールをさっき食べてましたから私、うん、でもねこれ今回めちゃくちゃ俺は好条件が揃ってると思って、はあ まず、19日に俺、マラソンに出るわけですよ。だから、えー、人間ドックが28日なんだけど、それに向けてもちろんなんか、まあ、ええー、格好したいじゃないけど、うんうん、検査する前に少しでもいい状態にしたいじゃん。で、19日にはマラソンもあると。もうこれ以上ないわけよ、俺にとで体を絞るに。うんうん、なんかこう、理由付けが。うんうん、で、5万円ね、人間ドックにお金はかかるんだけども、 5万円でそのライズアップに行けるかっつったらいけないわけでしょ、ライズアップってもっと高いんでしょ、相当高いと思います、人間ドックに行くことによって、痩せれて、マラソンも楽に走れるってなれば、もう俺にとって、出した害があるというかね、一石三鳥ぐらいな感じなんですよ、今、実は。ちなみに、そのマラソンに向けては、もうすごい、実際、調整されていってる感じなんですかえっとね、今、毎日間、もしくは2日に1回、夜な夜な走ってはいます。 昨日も走りましたし、今日も朝からバスケしましたけど、だからね、でも距離は走れてなくて、もう今までの体重では一番重いからマラソン出た時。うん、<laughs> 俺、前回出たのが最後の何年前かな ?5 年経ってるかなぐらいは68キロとかあったもんね。うんうん、67、8で、うん 今70キロで、日によっても71とか、夜測ったら、あ、もう多重計から降りよって思ったあ、あ、降りよ、降りよ、みたいな。現実受け止められる。そうそうそう。朝のね、すっからかの状態が70であれば、いい、いいと思ってるほらね。その、夜ご飯食べて、あの、うん、今、ああ、違う違う違う。ってこう、パッと降りるから、俺。だから、70を超えてる時もあるぐらいの体だから、非常に重たく感じてて、 でまあ、してや走れてもないしあんまりねで,で,もでもまあやるしかないかなとうん、うん、で今日担斗君とも会ってマラソンそろそろやなみたいな話したんだけど、うん、先週担斗君はあの流行り風邪になってたからうん、うん、その後ちょっと走れてないわけようん、うん、であのウイルスは多分もうとっくに出てると思うんだけど咳がねちょっと,と,と<ー>取れてないらしくて喉痛いですもんねそうそうあやっぱそうだった喉がしめちゃくちゃゃく痛かったっそうなんだ だから、マラソンの練習も、その、席が出るから、ちょっと今はやめてますって言ってて、だから、こっから、まだね、今日も席してたんで、多分練習がちょっとね、遅れてるというか、多分あんまりできないと思うんで、まあ、今、今更やってもかももちろんあるんだけど、少しでもね、体をちょっと準備っていうかね、こう、ちょっとでも走っておきたいと思うんだけど、 いや担当君がねその時今日あって言った言葉が雨だったら僕します去年が雨だったんですね確か去年ってか最後の大会がね3年前ぐらいの知合が出たらしいんですけど地獄だったでしょけねマジで危なかった担当はそこで棄権してるその時もまあ明日の天気よくないもう熱頭痛くなってきたっつって 仮病じゃなくてなんだろう本当に心,心からの体をおかしくしちゃって、うん、えちなみにその日曜日走るじゃないですか日曜日,、うん、月曜日はお休みですか一応開ける予定ではあるけど本当にミステイクなのが日曜日マラソン月か水中3日かけて木曜日俺ライブなのよライブハウスで。 多分祝日なのよ。なんかの祝日で。あはいはいはい。ありますね。ありますありますね。で、ライブなのよ。ナバロで。俺もロボットみたいな足でギター弾くかもしれない。あの人なんか動きがおかしい。なんかこう、中3日ではね、多分絶対に体は治ってないと思うから。足元なんでしたっけああいうの。エフェクター踏めないかもしれない。なんかこう、ない、てい、ていって言ってて。 おなんか棒立ちで、棒立ちでこうギターだけ <laughs> なんか手だけ動いてるかもしれないなんあのボーカル、ノリ悪くねみたいな感じ <laughs> 非常に、ね、失敗したというか気が回ってなくてあのライブのお誘いがあってあ出れます、出れますって言っちゃったんだけどやべえ、これラマラソンから中3日じゃんと思ってそこあるんですか、堀ちゃんさんのもしかしてデビューそうそう,そうそう、そうあ,<ー>あの,小豚のペロの新生ベーシスト、堀ちゃんがデビューとなって。 今も頑張っっっててて練習やってますかかららさ、うん、さんももよよかったら見に来てくださいよう堀ちゃんもほんとねびっくりするぐらい曲も早く覚えてきたしもう音も全然ねバンドとしても馴染んでるんでうん、うん、いやーまあまあこれ,これを俺がすごい堀ちゃんすごいって言うとあの全ベースの枝本ちゃんが多分泣いてると思うんだけど <laughs> <laughs> どうせ僕は <laughs> ちょっとやめた側ですけどってなっちゃうけど <laughs> そ,そんな話じゃないんだけど、うん、堀ちゃんはすごい頑張ってて。うん いややる気あんなって感じでこう豚のペロちょっとね今年というかこれからあのね何回も言いますけどフジロックと武道館目指していきますんで目指すのは自由ですからよろしくお願いします楽しみしますかぜひスタッフのあれに入れてください関係者とああパスをもらってね裏で「竹ざま臼」って言えば分かるっていうやつが来てるんですけどいや知らねえなそんなやつはって。 変わったな田尻さんたちみたいな <laughs> ベックみたいな <laughs> 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 あでもライブでつながりなんですけどはい、はい、あのエルレガーデンもうまたライブが当たってしまって何なのそれ1回当たるだけでも結構なバイトなんですけどうん、うん、2>, 2回連チャンで当たってしまってちょっと運が良すぎて死ぬかもしれません <laughs> 僕 <laughs> 運が良すぎて死ぬことはないよ <laughs> でも ええ熊本がダメだったんですけど、三月三十一日に福岡でまたゼップに行こうかなと思った。またゼップであるの。同じところでやるんだね。珍しいね。いや今回小さい箱結構回るんですよ。熊本だったらナバロじゃなくてビーナインかな。ビーナインかナバロだろうね。俺が立ったステージにエルレガーデンが立つわけね。逆逆でしょ。俺の後だから立つ。俺のここで小豚のペロがやったのかみたいな。 しかも今回はまたチケット代2900円とかであこれも言ってたもんね<で>学生さんも来やすいようにってね熊本だったらまあ土曜日でやるんで、うん、もう多分熊本だけじゃなくいろんなところから多分応募してたんだとああそのファンの人たちの、うん、もうどこでもいいから行きたいっていうのすごいよね <laughs> あだからあの東,東京とか大阪だろうと、うん、当たったら行くっていう人いるもんね、うんうんうん 僕の職場のあそう。そう、好きな人2回行くってことそうなんですよ。同じツアーで、<S 2> 2 <S 同じセ,、ね、セットリストで、2回行くなって、い<や>ちょっとそこまではないや、それは俺もね、ちょっとそれはもう、すごいっていつも思う。うん、2Days どっちも行きますっていう人は、 いやもうなんか好きだなと思うね同じ曲順ですよ<ー>いやちょっとそこまではちょっとなと思いますでもあれもうアーティストさんがもう一応 MC とかを変えるらしいよやっぱいや昨日と同じこと言って笑い取ってるって思われたくないじゃん<ー>やっぱだからちょっとずつ変えるらしいのよ<ー>大変よあれ大変だと思いますだだからら日1日だったら、うん 鹿児島行って熊本行って次の日坂とかだったら、うん、同じメンバー間のボケでおい、それなないだろういその言い方ねえだろうっていうその,そのもうパッケージであの言い方受けたなってこれ明日もやろうよって絶対そのツアーでお笑いじゃないけどバンドの人たちもどんどん仕上がっていくわけよ MC がで,でもそれもすらバレてることがあるわけよ、うん、今はだってスイッタツアーなんかであの MC 面白かったみたいな絶対ありますから <laughs> それはもう地獄だよそんなの <laughs>。 それは良くないね確かに同じ笑いではいけないですもんね。<laughs> うん、だツー 2Days とかも大変やしでもでもそのアーティストはお笑いじゃないんだからそこは割,、うん、割り切ってとかね弾、うん、かなきゃいけないよね。うん、<laughs> いや MC はねやっぱ面白いバンドさんはすごくて「ドハツ展」って分かるドハツ展分かんないド発展のあの 人はもうすごい MC が上手くて、うん、もう頭の回転早すぎるだろうっていうぐらいね、うん、もう口がもうバーッと回って、うん、で曲が、じゃあ、じゃ曲行くぜっつってボーンって曲がやって、<laughs> で曲が、じゃ終わり、じゃんってなった瞬間からもう、<し>でさーっつって、<laughs> もうどういう切り替えし,してんのって感じなの <laughs>、えー だそれも多分毎日毎日のステージで、こう、どんどん仕上がったと思うんだけど、うんうん、もうあれ、神技だと思ったもんね。そんな、間髪入れる。そうそう、もうほん MC が始まるよいしょーっつって、もう, <laughs> もうドラ、ドラムがダクダンって言った瞬間に、<laughs> で、次はさ、っつって、こう、MC が始まるわけよ。あれはすごいなと思うね。 でもそれ言ったらあれですよね、さだまさしさん。だまさしさんね。もう確か曲より喋ってる時間がいんです、ね、そうそうそうあれは MC をみんな聴きに来てるらしいがね。<laughs> えー、MC があって休憩中に歌があって、<laughs> <ら>でまた MC が始まるみたいな。んか、ねえー、も,もうドッカンドッカンらしいよね、あれね。面白いらしいですね。ねちょっと行ってみたいなと思うんですよ、さだまさしさんの MC。やっぱ行った人はこう、もうたまらないってなるんだろうね。うん、ね。 MC ね。自分も喋るの苦手なんで、<え> MC とかも承認で,ですけど。<laughs> いや、これはね、うん、言っても、ねな、あの、慣れてきたというか、うん、ライブ始めた頃はもう本当下手くそだったよ。うんうん、もう大学生の頃とかね、うん、ステージで出てた頃はもうなんか棒読みで、うんうんうん もうお前何回同じことを言おうやみたいな。うん、お決まりのあのもう今最近それ言ってるバンドさんが聞くともうちょっと逆に恥ずかしくなるのが、うん、名前だけでも覚えて帰ってくださいみたいな。うんうん、もうそのもうん、もうそれしか言うことがないわけよ。僕たちこういうバンドで熊本を中心に活動しています。うんうん、今日はあの思いっきりあの精一杯頑張るんで名前だけでも覚えて帰ってください。うん、<laughs> テンプレートすぎますよ。<laughs> そうそうもうみんなそれなの最初のテンプレートですね。<laughs> もうねもうそれを今でもたまに言う番組でもちょっとゾワってくるもんねああもう頑,頑張れみたいな話で, <laughs> でもパンクブームがそれのつかみで面白いこと言ってて「僕たちパンクブームって言いますよかったら覚えてください」うんうん、覚えましたじゃあ帰ってください」って <laughs> <laughs> これ好きなんですよねうまいねこれ一回どっかでやってみたいなと思うんですけど <laughs> <laughs> いや、でも、そのまだ、絶妙のまだのよ、あれがね。それを真似してやって、どん詰め、ど,どりすることもあるしね。そのね、お客さんの、これ、ライブに行ってる人はわかると思うんですけど、お客さんがある程度入ると何言っても受け始めるな。あ、そうなんですかそのね、まあ、俺らがさ、熊本のバンドが俺ら、で、県外のツアーバンドが、 二つぐらいが来て、あと弾き語りの、なんかちょっとあんまり分からない、あの、分からないというか、弾き語りの人が来て、その四人、四組でライブみたいな時に、要は熊本のお客さんって俺らしか呼んでなくて、県外のバンドさんって、あの、お客さんがまだいないバンドさんが来るわけよ。ってことは、四組出てるけど、お客さんは俺らが呼んだ10人ぐらいしか、その、客席にいないわけよ。もうその時のね、MC はもう地獄なんだよね。もうなんか、 みんなも、笑いたいけど、一、うん、人だけ、ははははって笑うの恥ずかしいじゃん。で、なんか、野じも言いにくいでしょ少ないと。だから、目立っちゃうわけよ、お客さんが。だから、シーンと聞くわけよね。<ー>だからもう、別に、うまいこと言おうと思ってるわけじゃないけど、普通に喋っててもなんか、俺誰に向かって喋ってるんだろうみたいな空気になるわけよ。あれで、一人一人にも視線合わせられないですね。そうそうそう。ね、向こうも見てほしくないから。で、 それが、売って変わってね、その、それこそ10フィートさんの全座やった時なんかは、300人、400人入ってるから、もうなんか売ってもイエーイとか、もう、初めて俺らを見てる人たちがこう、両手を振ってくれてるからね、曲、曲の時に、あの、ペンライト持ってみたいな感じで。だから、みんなも、束になると恥ずかしくなくなるわけよ、こう、こっちがね、増えるとね。だから、なんかね、こう、 何の話してるんだっけ、それ。いや、でも本当にカズレーザーなんかテレビで言ってたんですけど、20人以上超えるとそういうリミッターが外れて、バカになるらしいですよ、人間もうふざけても恥ずかしさがちょっとなくなってくるというかね。れだけなんかこう言ってもバレないだろうそうそう、そういうこと、そういうこと。うんうん。らしいですいやー、だからね、そのためにもお客さんを呼ばないといけないんだよね。うん。そう、そうやって自分たちが一番やりやすい状況、空気を作るためにも集客を頑張って、 ライブをやるっていうのが、ね、もう大事この間の,あのライブ、えー、とフジファブリックの小遊間で結構3四4 0人ぐらいそうだね、ま、50人いってたよあれでチケットの枚数からしたらね普通のこうプロじゃないだか50人ぐらい集まるとなかなかこう空気感はすごいいいなっていう感じでうん、うん、いやいやあの空気感すごいあったかかったっすよみんなね、うん、た田尻の MC もね<あ>どこかのか,か <laughs> <laughs> 覚えてないけど ミッキーさんも結構話しましたしねあの <laughs> ミッキーはねドラムセットに全部カンペ書いてんのよ <あー S 2> で <laughs> 俺があのそれをバラしちゃったわけよね MC <laughs> で <laughs>「すげえカンペ書いてるじゃん」っつったら<笑><笑>たまたまその言葉にお客さん何も言わなかったらしいんですよそしたら<笑><笑>ずっとミッキードラムのメンバーミッキーっていうんだけどミッキーが俺にさ「田地さんあのなんか僕へのツッコミドンズベリしてましたね」みたいな <laughs> なんか なんか「カンペ書いてる」とかって言ってたけど誰も笑ってなかったですよみたいな根に持ってんのよずっとそのね「なんでカンペ書いてるのバラすんですか」みたいな全然面白くないっすよねあんな MC みたいなそんなこと気にするっつって <laughs> うん、うん、でもミキさんも1個暴露してましたよねうんタジーさんの YouTuber として月1万稼いでるらしいんですよ <laughs> 俺、そこでまでは初めて知って、あ、も一1万いったんだと思って、月。それ、バラされて嫌なバラしじゃないけど、メンバーとかにもいつも、あの、ミッキーが聞いてくるわけよ。タジさん、あの、YouTube ね、あんだけ、なんか、更新してるし、なんか、その、何万回再生とかなってますけど、あれ、いくらかもらえるんすかつって。だあたい月1万くらい今もらえるようになったねつったマジっすかみたいな。月1万ってでかいでしょつって。 もうまあで、そうだね、つってだから。その、その、ただ時給で換算したら300円ぐらいよって。その、撮影して、それを編集して、アップロードしてまでを全部電卓叩いたら時給300円ぐらいのバイトだよ、つって。<laughs> 確かに、それ言われちゃうと、意気消沈で、ね。<laughs> でしょそれにかかってる労力半端じゃないからね。 それが例えば月に3万円とか5万円になってくればさもうもっとああ割に合ってきたなとなると思うけどまあ今目は痛くなるわドライアイになって病院行かなきゃいけないわでこの前目薬代で3000払ったっすよ俺もそれこそねどっか行くにしても怯えなきゃいけなくなるし古着屋さん行くにしてもね熊本じゃちょっと難しいセカンドストリートすら余裕を超えて行けなくなってきてるんですから。 何パ,千何,300人何パーセントが意外に熊本の人は少ないと思うけど、うんうん、ねそれが月1万円でみんなやりますかっていう話ですよ。<laughs> <laughs> まあまあまあそう俺今ちょっとふざけて言ったけど月1万円でもねグーグルさんからもらってるのはすごいありがたいよ人動画が例えば千何百回再生するとあこれ300円ぐらいかって思うもんねあここの今日の俺の頑張りは300円かんってちょっと嬉しいもんねでも今他のでも YouTuber さんとかの心の励みになりましたね励みというか参考っていうか あ,あ、そい大体いういそんなもんじゃないの。なうん、だから、今頑張ってね、うん、ラジオと、まあ、ラジオはほぼ意味ないと思うけど。五六百回再生しかないからね <laughs>。いや、でも、この間面白かったのが。うん、なんか、あのー。 みんなにが受けるものを作ろうとすると結局同じものが出来上がるらしいんですよ。なんかビールビールのテレビ見てクラフトビールのテレビなんかみんなが面白いものを作ろうと思うと結局似たようなものが出来てしまう。味でしょ。だからみんなが美味しいと思うものやるとそのちょっと薄くなっちゃうというかとんがったものってできないよね。マスをね向けるとね。クラフトビールで百人に一人が美味しいって言ってなんかあの お客さんの中でもこうたまに買う人リピーター熱狂的なファンってこう,うん、うん、いろいろ層別化したときに、うん、そういうちょっと特殊なものっていうか百人に一人が刺さるものって売上の割合が熱狂する人だから六割ぐらい占めるらしいんですよね。え百分の一ぐらいなのにその六割ぐらいになるってこと？うん、熱狂的なとかもうなんでこのチャンネルもいっぱい登録者増やすんじゃなくて <laughs> 熱狂的なファン数は少ないけど熱狂的なファンが多い人の方が すごくこうお店のこう売り上げとかに貢献してくれることがあるのかもしれないかもしれないかもしれない <laughs> かもしれないって <laughs> ことにしておこう PeopleGetReady <laughs> 耳寄りな日曜日」 熱狂まあまあ的なもう,もうこの時間今どれぐらい経ったかわからないですけどね今この時間までお付き合いいただいている成人の皆さんは熱狂的なファンと私は認識しておりますよ。<laughs> こ,こ,<は> <laughs> はい、こういうい人たちが思ね<約>あ,ありがとうございます。ね、皆様からのこの一再生がじり、はいえー、の1万円を作ってくれておりますのでねよろしくお願いいたします。<laughs> それではそんなね成人の皆さんからたくさんいただいている DM のコーナーにね入りましょうかね。 す,すごいスムーズな流れでしたね。良か,かったです。はい、先週のお題えー、皆さんがね愛用されてる洋服たちをどんな風にケアをしていますか？と、うんうん、あのこういうことに気を配ってますよ。というのを募集したところえー、お一人の成人の方からご意見をいただいてい、うん、えー、いつもの方でございます。お疲れ様です。サイズ感に終わりはないです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。 えー、エンジェル伝説気に入っていいただきありがとうございます<お>、えー、主人公の、ね、方なんですけど、えー「北野さんを知る人が一人でも増えることを期待しておりますと」と、えー「栗味噌さんは読んでくれましたかね?」ということでね、はい、まずここでちょっと話止めちゃうんですけど「丹都君は今4巻か5巻で止まってるそうです」<laughs> で俺は「そこからなんだよ」って言ったんですけど。 まあ一般的な人はね、そこでちょっと、あの、つまずくのもわからんじゃないのよ。うん、なんか、しばらく同じパターンが続いてるから、ああ、まあまあ、このパターンの漫画かって、結構そこでね、うん、早、早上がってみんなしちゃうんだよね。そこからが一気にヒューマンになってくるから、<ー>俺はその壁を越えてほしいんだよね、担当にね。<laughs> そう読み続けるかどうかは自由なんですけどね。うん はい、そんなね、あのー、エンジェル伝説をね紹介していただいたサイズ感に終わりはないさんなんですけど、えー、服のケアですが、えー、洗濯は裏返しで洗濯、うん、下着以外はネットに入れますと<ー>下着以外をネットに入れ,れて、うん、も俺ちょっとこれ読んでびっくりしたんだよね。 ええー。自分のお気に入りの服だけ、お気に入りとかそのうん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 。まあまあ、職場とかそういうのなくてちょっと気に入ってるのでも、下着以外はもう、うん、ほぼ全部ってことよ。ネットだらけになりませんかね。<laughs> いや、そう、そうなのよ。もうネットだらけよ、<laughs> <ー>からしても。<laughs> でね、液体洗剤を使用していますが、投入前に、同量の水で混ぜてから使用していますと。なるほど。だから、ちゃんとムラができないようにしてるわけよ。こちらの方が、 えー、洗剤がよく馴染むよくむうですと、うん、あとは洗濯物の量が多ければ2回に分ける、うんえー、洗濯が終わればすぐに干すとぐちゃぐちゃになればシワも増えるし、ね、洗えてなかったりするしで終わったらもうすぐシワが、ね、残らないうちにも干すと、うんえー、うちでは夜に洗濯、えー、僕が最後に風呂に入り入っている間に洗濯機を回しますと。うん その日の洗濯物は基本的にその日のうちに洗いますと。いやー、ちょっとすごい。服好きですねもう隙がないね。どんなに帰りが遅くても洗濯は僕がやります。妻がやると詰め込み洗いで色々と納得できないんですよと。いやー、ちょっとすごいね。あの、奥様は多分一個一個ネットには入れてくれないんじゃないのかな。ま もう言ってたらしてくれるのかもしれないけどこうもうその日ある洗い物を多分全部入れて回されるんでしょういや僕もそれそのタイプなんですけどうん、うん、触られるど,どっちのタイプどっちのタイプそのあし,しっかりあの綺麗に洗いたいとか整理してネットとかに入れてだから彼女がそれを察して、うん、僕がお気に入りの服は絶対にこう洗濯物触らないようにしんた、えー、触ったら怒るからっつってへ <laughs> えー <laughs> お気に入りの服を洗濯機で回ってるのも楽しくないですかそれすら見れるタイプなんですよねあ好きな服現れてるなと思ってえでも窓って薄暗くて見えなくない今の洗濯機ってあの、ま、あの脱水時以外は見れるじゃないですかあ僕のやつ見れるんですよあ俺のはもう止まっちゃうよそれ開けた瞬間にもう,もう止まるもんねパッてあそうなんですね、うん、えずっと回ってるの見てんの,の脱水以外の時は見れるんだよあまあまあ回転があんまり速くない時は開けれるんだはは、うん、はい、はい、はい それたまにガチャってあげて見てるんだ。<laughs> なんか、んか気持ちよくなるというか。へまあ、俺はね、こ今回のテーマで、あ、ちょっと先にあの、お礼を言っとこう。<ー>サイズ感に終わりやなさん、あの、メッセージ、貴重な一通のメッセージあり,ありがとうございました。まだね、あの、送り違い。俺らが今日土曜日収録してるんで、送ってね、まだ、あの、読めてない方がいたかもしれないんですけどね、申し訳ありません。あの、一応ね、今回の件で、自分もね、ちょっと、お話ししようと思ったのが。 自分はね、デニム素材の服。まあ、ジーンズもだし、トップスのジージャンカバーオールも含めて、最近ね、デニム素材の服を洗濯機で洗ったことがないっす。はい、で、どうやってるかというと、浴槽にぬるま湯を貼って、その中に、さっき言ったような、俺はあの、サラサでしか洗わないんですけど、漂白剤と蛍光剤がね、無添加の、うん、サラサをそのぬるま湯に溶いて、 その中に、まあ、ジーンズで3本とか、ジャケット、要は今日はもうジャケットを3枚洗おうとか、ジーンズを2本洗おうみたいな感じで、中に20分から30分しばらくつけとくのかな。で、そ、それがつしばらくつけた後にそこでこう押し洗いをして、そしたらもう茶色っぽい、こう汚れが浮き上がってきてるんで、わ、こんなに汚れたのかと思いながら、その出して、あの、まあ押し洗いでこう汚れを出して、そっからまたぬるま湯をかけながら、 ずっと手でもうその洗剤を落としてで脱水はね冬場はもうやっぱ外に干してても乾かないんで冬場は脱水だけこう脱洗濯機の中にこうちゃんとこう固まらないようにこう外側にね円を描くようにこうちゃんと重量をこうね当分に分けて脱水だけ7分とか回してその後まあ外とか今で言ったらあの ストーブがあるんだけどストーブの近くでこう乾かすことが多いんだけど、うん、もう夏とかね春とか夏はもう脱水もしないかなもうその塗る前で洗剤だけ落としたらそのまんまこう水をちょっと何かでこう受けながらもう外に行って、うん、で外にこうもうそのまんま天日干しにするね。うんうんうん だからもうやっぱ洗濯機に入れるとしわがつくっていうのがまず一番嫌で中をぐるぐる回る時にしわがつくのがもうジーンズ関係は特に気になるんでもフローで洗うのがもうかなり慣れたしだからそれはさっきのぐるぐる回ってるのを見てる竹澤さんと一緒でちょっと楽しんでるもんねしわができるとやっぱその後ののんかこう当たりとか。 育成方法になんか関わってくるんでか <laughs> というとそこに何だろう取れないしわが入っちゃうじゃん<ー>シャキーンってこうもうなんか肩が残っちゃうというかねそれがちょっと俺は嫌なんでもう手を押し洗いにするよ、ね、うに、うん、とおそれと逆にひげとかが取れないのよ、うん、そういう洗い方をすると。あ はあ、洗濯機の中でぐるぐる回すとヒゲとかハチの巣がなんかある意味リセットをかけられるんだけど、うん、お支払いっていうのはそんなに木軸をこう引っ張ったりこう曲げたりしないから、うん、ある程度ヒゲが残ったまんまその汚れが浮か浮かび上がらせて落とせるんだよねだから俺,、うん、俺もそれが一番いいかなと、うんうん、一回言ったじゃんあのその夏場は俺それをさらに入いて入 <laughs> いて流して,ってし、ね、そこで一回一屈伸して、うん、要はその。うん その裸で作ったシワのまま俺は外の干すっつってねうん、うん、それを動画にしてくださいよって言われて,てそれはできるからっつってねそういう洗い方を私はしてますからねだから気にしてるケアっていうのはもう洗剤を無添加あの漂白剤蛍光剤が入ってないのを選ぶことと、えー、できるだけ洗濯機じゃなくても押し洗いにするってことぐらいかな,、うん、ちなみに よく気になってたのがデニムってその洗う頻度結構少ないじゃないですかまあまあ他の服よりはねファブリーズとかってやっぱり頻回にやってた方がいいんですかそれはねいろんな意見あったけどファブリーズ自体がダメとは言わないんだよねであれでまあそのねウイルス除菌とか今ニュテレビでもようやってるじゃんあれでね菌を99.9%除菌みたいなねでだダメではないと思うただこれはね革ジャンを 販売してるメーカーさんとかに聞いたことがあるんだけど、革ジャンって外側革だから洗えないのよ、基本的にはね。もう固く絞ったタオルで拭き取るみたいな。で、首元とかもやっぱり汚れるとこももう叩き洗いしてくださいみたいな。でもじゃあライニングのね、袖のとことかお腹周りはどうやって洗うのってなるじゃん。で、俺はそこももうね、 自分はもう自分のものと割り切れれば、皮も水がついても油を入れればいいと思ってる方だから、結構ね、ためらわずにぬるま湯をかけて洗ったりすんのよ。俺、革ジャンでも。で、でも本当は皮を痛める。皮って水を受けるとそのまま油が飛んで、硬質化してしまうから、えっと、革ジャンはイコールもう水は絶対ダメなんだけど、まあそこは自己責任でって感じでみんな言うんだけど、 その時に話題で出るのが、じゃあ内側はファブリーズをかけてたらいいですかって言われるわけよ。で、これがね、その、川屋さんの話を聞いた時に、なるほどと思ったのが、簡単に言うとあれはね、カプセルの中に匂いを閉じ込めるわけよ。そのプシュッとしたのの中の、まあちっちゃな粒子の中に匂いの成分を全部キュッとこう入れちゃうわけよね。で、その匂いを閉じ込めたカプセルは、 そのまんまその生地に付着してるわけよ。残ったままなんファ、ね、ブリーズっていうのはね。<ー>だから、い、一見匂いはしないような感じなんだけど、その匂いを閉じ込めたものが、どんどんそこに溜まっていくわけよね、生地の。<ー>生地に。そこから匂いが取れてるわけじゃないから、うんうん、要はもうそこに液体としてバッとかかってるからね。うんうん、で、匂いを閉じ込めて、要は、最初のうちは匂いのしない、 俺がビーズと呼んでるけど、多分ビーズじゃないのかもしれないけど、そのちっちゃな粒子が、その生地に付着しているから匂わないわけよ。でもそれが溜まって溜まって、さらにそこで時間が経つと、その元々の匂いではない、なんかちょっと独特のな匂いがしだすらしいのよ。<ー>それがやっぱちょっと良くないっていう話を聞いたことがある。だからファブリーズも、 たまたまその、例えばスーツとかね、帰ってきて、明日も出張で、明日も会議で、その格好で行かなきゃいけないから、ファブリーズをするとか、まあ、まあ、例えば洗濯、あの、よく、あの、汗をかくベッドの上にファブリーズとかって言うじゃん。でもあれは、ファブリーズかけた服を、どっかでは洗えるわけよね、あれ。その季節の変わり目とか、一、一ヶ月に一回は洗うわけじゃん。あれ、 毎日かけ、ファブリーズして、一生ファブリーズでいいよってわけじゃな、な,ないじゃん、あれ。洗ってしまったらそのカプセルはじゃあ。そう、そういう発想よ。うん。だ水で、たと、例えば洗剤とか、お湯とか水とかで、うん、多分、それが流れて、応急的なそうそう、リセットできると思うんだけど、うん、ずっとファブリーズをかけ続ける製品っていうのは、その、得体の知れないな、な,なんか匂いがしだすって聞いたことがある。うん、正直俺はそれを聞いて、ぜ絶対怖くなって、うん、ファブリーズをそういうのにしなくなったから、 覚えがないんだけど、うんうん、だから要はゼロになったわけじゃないと、うん、見えなくなってるだけっていう現象だから逆にあれですか天日干しとかの方が逆に消臭とか殺菌効果が高いんですかねあまあそう殺菌効果で言ったらどうなんだろうだって殺菌だけだったらもうアルコール振っとけいい,いいぐらい俺は逆に思うけどね<ー>今だったらね。紫外線効果でなんか その金は死ぬと思うんだよね。別にその光だろうとね、太陽光だろうとアルコールだろうとファブリーズだろうと死ぬかもしんないけど、そこに何かが残る、付着したまんまっていうのが良くない気がするね。だから太陽光でもそこに多分何が残ってると思うんで、世の中の俺らが着る服は極力水を通せるものを洗った方がいいと思うよ。うん。だからファブリーズっていうのはあくまでもその一時しのぎの匂い取りだと思った方が、 いいいんじゃななかそろそろちょっと出に向かって1年経ってファーストウォッシュセカンドウォッシュぐらい終わったんでそろそろもう一回洗いたいなと思ってたんですんか気持ち的にちょっと思い出しちゃったけどあれ前回はあれでしたよねあれでちょっとあえて言いませんけどあれで洗ったんでしたよねお洗った方がいいんじゃないかな根性ばきしてる人とか多分ファブリーズとかで多分ねこの腰回りとか汗かくところファブリーズしてると思うけど 取れてるわけじゃないからね、汚れがね。ずっとその汚れはそこにあるからね。なんか根性ばけしている人の感想。なんかこう言ってる動画とかで。うん 1> 夏一回なんか感触が何かベトってするって聞いたんですけど <laughs> だかどだそののりを落としてないんだったら海苔が海苔のりがのりが溶けてて肌についてるわけだから気持ち悪いよそりゃその感触だら、ね、そのり付けされたデニムを一回まらず履くなんて普通じゃないよほ、うんとにデ,デニム売ってる俺が言うのもなんですけど普通じゃないの、うん、普通の人はいやそんなこと絶対おすすめしないし、うん 気持ち悪いもん絶対のり、うん、だからねそこに<ー>その洗濯のりだけどその感触だったんですねがもうベタ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 する、うん、自分の汗にのりがさらについてるわけですからーい,す、ね、いやー信じられない、うん、<laughs> TCB さん一回洗ってるから落ちてるんですよねそうそう TCB さんの、えー、と入荷してるのはのり付けされてないですああうん、うん、あのメーカーさんでもう明らかにさアイロン掛けしてみたいにパキンとなってるやつあるじゃん,うん、うん、あれはのり付けされてるデニムで、うんうんうん えっと、TCB さんのはワンウォッシュだけかけて、乗り付けされずに、えっ、ー、と、納品されてるんで、多分通販でも乗り付けはされてないはずなので、はい。その違いがあるんで、そういった乗り付けされてないデニムは、例えば買った日から、履いてもいン、あの、ベタベタそんなしないと思うんだけど、それは根性ばきじゃないからね。その、リジットで入ってるわけじゃないから。あ、ど、どうなんだろうな。TCB さんのリジットで買ったもの、乗り付けしてるんじゃないかな。 あのね、ジーンズ屋さんで、えっと、90年代のね、ジーンズブームとか、いろんなメーカーさんがジーンズ作ってて、えっとね、乗り付けっていうのが一つの工程として必ずあるわけよ。で、えっとね、これは、チャーリーさんかな、ジーンズショップチャーリーさんと話したこともあって、確かによくそれ知ってますねって言ってもらったことがあるんだけど、ジーンズって、要は工場でその生地を裁断して、 ジーンズっていう形にこう、形としてなるじゃん。そしたら、別の会社さん。要は、えっと、乗り付け、プレスしてアイロン掛けして、のり付けしてくれる会社が外注であるわけよ。うん、へで、そこでのり付けされて出荷されるわけよね。うん、要はパッケージングとか袋に入れたり、うん、下げ札を付ける会社とかがあるの、うん、あの、うちで1本あたり何円でのり付けと、 その下げ札付けまでしますよ、みたいなのが岡山とかにいっぱいあるのよ。<ー>今これ耳寄りな情報流してるねいや。勉強になりましたでしょ、はい、で、でしょって。でね、その、それをチャーリーさんは、えっとね、結婚式とかの嫁入り前の最初の、最後のお化粧してもらってる段階だっていうのよ。これから嫁ぐ時の最後の、要は元々のジーンズのかっこいいものをさらに、うんうん、その、 パチッと仕上げて旅立たせる前の,そのメイクをするのがまあそういった害虫さんがやってるっていうんだけどそれをさっき言ったように TCB さんとかはもう省いてだから TCB さん下げ札もないからね乗り付けもされてないし下げ札もないからそういうのをやってない工程としてやってない。それをみんなは あ,あ、それのおかげで、ちょっとでもお得に買えるんなら、俺それでいいですよっていう人たちがいるから、こう、もう俺がよく取れたて野菜的な感じでね、積んであるのもその場でレジに持ってて買うみたいな感覚だよって言ってるんだけど、ほとんどのジーンズ、90年代から始まってるこのジーンズブームは、そういったえお化粧屋さんがあるわけよ。でね、今から俺が話そうとしてる話は、ちょっとこう、ジーンズ業界の裏側の話なんですけど、 えまずね一つそのお化粧する場所害虫屋さんがあるとしてえー、っとね例えばインターネットのこの時代例えば YouTube とかでいやうちのメーカーのこのモデルもうお客様に大変好評でもう生産が追いついてないんですよってこうそこの社長とかスタッフが言ってるとするじゃん。でもも本当に作っても作っってて 足りないぐらい売れてるのかどうかっていうのがお化粧屋さんに行くとそのバレちゃうっていう話を聞いたことがあって要はねみんな商品を取りに行ったりするわけよその害虫のところにそしたらもう箱にどこどこどこってこうそのブランドネームの段ボールが積んであるわけよでそこに山積みしていればわわやっぱあそこのメーカー今調子いいなーみたいなで あそこ YouTube でなんかもうとんでもない人気で生産追いつかないって言ってた割には一箱しかねえじゃねえかよみたいな。もうそこでバレてるわけよ。周りに。だからお客さんはバレてない。お客さんには分かってないけどメーカーさんたちはみんなどこどこが今すげえ売れてるっていうのがもうそういうところに行くとバレるらしいのよね。あそこ言っても大したことねえじゃんみたいな。 全然少ねえじゃん、みたいな。<ー>で、これが、俺が今言ってるのは、か、川下の最後の話で、うんうん、この前、ウェアハウスさんの生地の取り合いみたいな話した時あるけど、川上、うん、でもわかるらしいのよ。うん、デニムの生地屋さんに行って、この生地いいっすねって言ったら、うん、あ、それウェアハウスさんの今度の新作の生地です、みたいな。うんうん、だから要は、全部生地が、もう何ロールも何ロールもそこにどこどこってブランドネームでもうストックが置いてあるから、 うわすげえなこの本数はけてんだ<ー>今って分かるわけよ作り手さんたちは、うん、売れるから買ってるってことですねそう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 もうだから足りないからどんどんそこにちゃんと作って置いてあるわけようん、うん、今度の納品のね何月分の納める分みたいなのはうん、うん、だから川上でもバレるし川、うん、下でもそうやって案外そのメーカーさん同士は今自分たちがどの辺にシェアとしているかをそこでも分かっちゃうらしいんだよね じゃやっぱりあんま SNS とか、うん、ああいうので人気ですって言われてもまああんまり当てにはならないそうですそれはもうほんとその通り。うもり雑誌で見開きでこのジーンズが今の最高だとかでこうガーンって広告売ってあっても俺らはわあこれが今人気なんだって思うけど裏ではそのちゃんと分かってるってことだね、はあ、そういうのに劣らされちゃうからな <laughs> <laughs> これが人気なんだと思っちゃうからですねまあだから 人気だからいいとか、うん、人気じゃないからクオリティが悪いとはまた別の話だからねシェアを取ってるからもの、うん、がいい場合もあればうん、うん、広告がうまくてシェアを取ってるだけっていうのもあるからねジーンズ業界はそういうことがあるらしいんだよね、うん、ちょっと今日のね耳寄りな情報でございましたい,今日はい,っぱいいことがありましたね <laughs> <laughs> いいことありました 耳寄りだ日曜太地さんあのバンダナは沼って言われたじゃないですかああまあまあ言ったねだいぶ前でしょ、はい、集めたくなるってことでしょあったら結構な額になる、うん、つい4000だから行っちゃおうかなとかね、うん、3000なら行っちゃおうかなって感じでねそ全然記憶がないんですけど、うん、気づけば10枚ぐらいあって家に <laughs> なんか赤色とか3枚ぐらいあっちゃって沼に入ってるじゃないですか <laughs> もうそれで大体3万円とかね、えー、まあ<も>まあ1000円のもあるからね大体500円1000円とかなんですけどうん、うん、1>, 1個だけちょっと高いの買っちゃって最近それははい,、うん、1>, いや1年前ぐらいかなうん、うん 当初は考えられなかったんですけど7000ぐらいのちょっと形でおおーい7000の番だな <laughs> うーうーうーと思ってちょっとそん<う>エレファントとかなのいやクッキー柄のやつでクッキー柄のやつーホワイトのクッキー柄でーもうこれがあればもういいと思っちゃったんでこれがあればいいやつ <laughs> 俺がエフェクターに言ってるようなやつやな <laughs> <laughs> いやでももうこれで本当終わりだと思います <laughs> 俺のエフェクターでいつも言ってることは <laughs> あでもあと黄色がなかったなちょっと金額が違うといるから <laughs> <laughs> 黄色がまだないからないいね、うん、バンダナは沼,沼でしたねまあでもそれはさ今俺も沼とは言いつつもだけど可愛、うん、い,いもんよいい、ね、バンダナはそれで人生が豊かになればな、ね、どこまででもいいよ 今日は何色つけていこうかなって今日やっぱあれの瞬間も楽しいんですね俺の楽器機材は豊かにならないもん <laughs> も使えば使うほど経済需要が厳しくなってくるから 1>, <laughs> 1個当たりが1万円とか2万円するからね,ねすごいすごいしこれちょっと最後にもうこれねもう内緒にしとこうと思って話をしようかな、うん、もうこれもう自宅の嫁さんに聞こえないように喋らないといけないんだけどこの前俺誕生日だったんですよ1月終わりにねはい、はい で、誕生日で別に何が欲しいとかはないわけよ。何が欲しいはないんだけど、えっと、楽器のコンセント。コンセントが故障しちゃってて、まあ、なんか、中で断線してて、それを買い替えなきゃいけなかったから、俺がいつも行ってるね、熊本の、えー、この個人でされてるミュージックファームっていう楽器屋さんに行ったのよ。で、俺はコンセントを買いに行ったのよ。で、コンセントを買いに行って、買い終わって、 まあな,なんか気分的にも明日誕生日だしなんかエフェクターの一個ぐらいさか買ってもバチャー当たらんだろうと思ったわけよでボックスっていうね、えー、まあアンプメーカーがあるんだけど VOX そうそう VOX でねイギリスのアンプメーカーでボックスねブライアン・メイとかそれこそビートルズとかが使ってたようなでそのボックスのアンプの音ってお俺は昔、えっと、ちょっと遡らなきゃいけないけど俺が学生の頃 大学の頃にそのボックスのめちゃくちゃいいのを50万のやつを買って<え>その大学1年か2年の時にボックスナンプを買ったわけ俺はその熊本でね50万,50万で49万8 0の2年間ローンでえっ、ー、とね多分そのローンが24ヶ月金利ゼロパーとかで プラスはみ出した分の利息とかが乗って俺多分56万ぐらい貼るった気がすんのよねで俺は大体それ六60万ぐらいって記憶してたから大学1年か2年の頃に60万のアンプ買ったってよく言ってたんだけどバットキャットもその時でしたあじゃあバットキャットはバットキャットは相方のやつああそうかそうかいい俺がバボックス買った後に相方でねその金利がちょっとはみ出して56万ぐらい買って俺はそれを だいたい60万の買ったって言って、言ってたんだけど、もう大学2年間、もう毎月2万払って、だから、その、もう学生時代ね、週5、週五のバイトを、まあ同じとこなんだけど、辞めずに、4年間も結局通ったんだけど、バイト、ローンがあるから、56万のアップを払い終わらないといけないから、その、買ったわけよ、でね。で、その、 そのアンプを買ったことは別に後悔してないし、いい思い出なんだけど、えっと、そのアンプはお店を始めてしばらくして、やっぱお店の資金繰りが必要な時にもう、もう、もうね、十何年かな、大学の一年から使い始めて、社会人になっても持ってて、もう、ここまで使い込んだし、今からメインでは使わないんで、もうお店のために売ろうと思ってもう、それはもう、買い取ってもらったわけよね、お店さんに。で、そっから俺はもう、そのボックスナンプを手放してて、 ボックスへの憧れというかあの音かっこいい音なんだよなっていうのは知ってるんだけど手元にはなかったわけで今時代がいい時代でまあこうコンパクトサイズのエフェクターでまるでボックスのアンプのような音が出せますよっていうエフェクターがあるわけよ、まあ、金額はあえて今伏せますけどさっき言ったようにねまあ1万から2万ぐらいのやつがあるわけですよもう,もうそこまで言っちゃうんかって感じですけど <laughs> があってちょっと店長これちょっと思想してみていいですかと。 ね、明日誕生日だし、もうな,んならもう持って帰ろうっていうつもりで、<laughs> で、こう、ちょっとギターつないでもらって、あ、ちょっと、ちょっと音出してみますね、つってやってたわけ。そしたら、 まあなんかこう、やっぱね、結論自分のギターと自分のアンプじゃないと、エフェクターの性能ってあんま分かんないのよ。なんとなく、ああ、こういう音かわ分かるんだけど、本当にそれが自分のギターと自分が使ってるアンプと組み合わせた時に本領発揮してくれるかわ分かんなくて。まあいいけど、どうかなみたいな感じだったの。で、ちょっと悩んでてパッと目線を上げたら、ボックスの その俺が持ってたのは AC30 っていうやつでめちゃくちゃ重たくて大きいやつなんだけど三十数字の30なんだけど AC10 っていう要は30に対してまあ3分の1サイズの AC10 っていうやつがあってそれも真空管がちゃんと入ってるのよで AC10 がそこにあってあれ店長これ前からありましたっけっ,っちょっと前からねっつってで限定で入ってきたのよこれっつって限定品のカラーでちょっとこう黒真っ黒じゃなくてちょっと a c 1, 1> 0の限定カラーでちょっと前に入ってきたんだよねって言われてで俺とこう俺は今そのボックスアンプの音をシュミュレーションしたエフェクターを指導してたんだけど、うん、ここにその本家本元があるじゃないかとで俺が買ったのはさっき言った56万あれはもう時代が違うし物が違うんだけどそれが俺のエフェクターの約3倍ぐらいの。 値段で買えるアンプだった a で、うん、で、で多く <laughs> でエフェクターでなんちゃってのを買うのにこの値段払うのと、まあ、ちょっと長い目で見てこっち買っとくなら線路がが出来上ってるじゃないですかこっちの方がいいんじゃないかなってその一瞬ちょっと思い始めたわけよ。 ネクストバッターズサークルに行く人はみんなそこまでの歩く人はみんなその思考回路でもで店長「ちょっとこれ弾いていいですか?」と「ちょっと音出していいですか?」っつって「あもちろんもちろん」もう店長もかなりこうんかもう乗り気になってきて「みたいな「でもいいよ楽しく弾いて弾いて」っつってで音出しました何の申し分もない音はしてるもうなんかうんいいボックスの音だなみたいな使いやすいサイズ感も手で持てるぐらい これだったらスタジオにも運べるしなんならライブにもこれでいけるみたいな非常にいいサイズ感なのスタジオから自宅からステージまで大体これでこなせますよみたいなあれあれとこれちょっと気になるなとでその時店長がすかさず俺にこうもうジャブを入れてきたのが や,やっぱね、通販とかで買ってもらうのも嬉しいんだけど、やっぱりこういういい商品って知ってる人の顔が見える人に持って帰ってほしいんだよね、みたいな。で、田尻君だったら、ちょっとお勉強しとくよ、みたいな。で、俺もついそこで、明日誕生日なんですよね、つって。<laughs> そしたら店長が、なそういうことを早く言ってよ、つって電卓叩き始めて、これ、これぐらいかな、つって。 もうえどれぐらいちなみにどれぐらいでいいやいやちょっとそれは言えない野暮 <laughs> <で>あれヤモですよでじゃその前に一回確認したけど、うん、バンさんと顔の買ったのいつでしたっけは去年の12年ちょっともう記憶がないで, <laughs> <laughs> で、まあ、そで電卓を見せられてもう俺はそのこ俺はいつも言ってるけど個人の楽器をやってる地元の楽器屋さんにお金を落としたいっていうもう DNA が刻まれてるからね<で>地元の楽器屋さんがなくなってほしくないと,いろ,なとろいろんなところから理由で理由で、うん、もうこれ非常に使いやすいとでもう言ったのよいやこれ店長これもう事故ですよとあもしかしたらネットで探してもっと同じやつで安いやつ探すっていうあれはなかったそんな俺するわけないんじゃない <laughs> 思想して,りまて,てないな帰いないないそんですよメルカリで値段チェックなんかしないよそこで もう店長が出してくれた電卓の値段を見て「うん、はあ事故だなこれと」と、うん、もう言ったわけよ「うん、店長これ事故っすね」っつってそし、うん、たら店長がもう最後にもう俺の最後を押した背中を押した言葉「うん、田尻君とそれ事故じゃないの出会い」って言うんだよっつって、うん、<laughs> もう参っって「参りました」って「りました」っつってもでも手元にあるんですかはいそこにございます <laughs> 写真よじゃういやいやいや 出しません。えー、もう終わりなき旅をこれこれが沼っつうのよ。<う>これが埋まっつうの。可愛いもんですね。可愛いもんよ。何枚でも買おうぜバンダナなんて。の店長そう、そういう生活ができるんですね。そのパッと行ってパッとそんな買い物ができる。いい生活ができるで何言ってるんすす。いい何かぶらっきないんです。あなんか売ってるんです。いやいやちゃんともうあこれ売ろうかな。これ売ろうかな。<ー> <laughs> 何かをインしたら何かをアウトしなきゃいけませんのでね、うんはい、その辺もちゃんと考えてやりっくりさせていただいておりますはいじゃあ今日はね,ね <laughs> AC10 出ますねちょっとみんな今検索してると <laughs> <laughs> はいまあまあ私もお仕事頑張りますはいそんなわけでじゃあ今週もねニュな日曜日聞いていただいてありがとうございました DM のねメッセージちょっとないっすね DM のメッセージ もう何でも <laughs> あれは何でも <laughs> そう何でもいいよね <laughs> 何でもいいんで DM 送ってくださいよろしくお願いします今週も最後までお付き合いいただいてありがとうございましたさようなら